トーマス。トーマス。トーマスじゃないでしょ。チョチェパブリチェンコでしょ。チョチェパブリチンコでしょ。パブリチェンコチンコじゃないでしょ。というわけで今回の企画はですね、そうちゃんはなんと髪の整形業者になってもらいます。イエーイ。この前はね、あのお客さん側だったんですけども、今回はもう業者側になってもらいます。ピザ食べたらしょうちゃんが増えちゃう。そう。結構単細胞動物なんか。さては違う。はい、というわけで今からですね、積分サークルのね、僕の後輩たちを、まあ、ターゲットにして、しょうちゃんが架空請求業者のふりをして電話をかけてきたらどういう反応するのか、ドッキリというねことでございます。まあ、でもさすがにね、まあ、安定のね、美味しい。あ、例によってね、録音で、まあ、しょうちゃんの音声を録音して、それをまあ流すという感じでやってみたいと思います。はい、それじゃあ、Make it possible with 架空請求。架空請求。お金が足りないよ。この度は、この度はお客様が、お客様がご利用した、ご利用した空気の、空気の料金が、料金が未払いに、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 未払い、振り込めますか。振り込めます。ここまで大丈夫ですか。はい。このまま、このまま滞納、滞納しますか。しますか。どうしますか。どうしますか。どうするんですか。どうするんですか。それでいいんですか。いいんです。それでいいんですか。いいんです。そうだよね。うん、最低賃金下回ってんだよこっちは。って言って最低賃金。はい、というわけでスンにね電話をかけていきたいと思います。まあ、正直スンはですね、ドッキリにはめちゃくちゃ引っかかりやすいんで、ワンチャン気づかずにそのまま終えるんじゃないかなと思っているんですけれども、早速かけていきたいと思います。もしもし。もしもし。様でお間違いないでしょうか。あ、はい、はい、こちら、はい。の電話番号だっております。あ、いつもお世話になっております。私、株式会社 JN の相原と申します。はい。今回ですね、お客様の弊社のサービスのご利用代金が未払いになっておりまして、お電話させていただきました。はい。担当の者に代わりますので、このまましばらくお待ちください。空気、まあ空気は利用してますけど、はい、そうですね。ちなみに、はい、そうですか、空気ですか、わかりました。現在ですね、お客様は大容量2万リットル気ガス気持ち多めプランにご加入されておりまして。はい、それどんなパックの空気なんですか。弊社では、チーズの 78%、スープ 6%、アルの 18% の空気を使用しています。酸素 6% って低い。それ酸素 6% がちょっとそれ厳しいんじゃないですか。結構大丈夫なんですか。使わないやろ。あと二酸化炭素ないと、ちょっと植物とか光合成できないと思うんですけど、そことかどうなんですかね。もうちょい考えが遅いや。まあまあまあ、そうですね。まあまあ、そのパックの料金が未払いと。その料金が
現在、はい、来月分滞納になっておりまして、合計税抜き87円になっております。87円、イエス。まあ、振り込めますか。でも、そういう空気にお金を払うっていうのはこの日本ではあんまりちょっと聞かない話なんで、ちょっとそこらとかはちょっと今だけ書いていない。何事にも権利とかお金が生じるのは常でございますけども、空気にお金かけるというのは私ちょっと初耳でございましたので、お話をしてください。お金くれる人大好き。はい、はい、わかりました。アイス。では、今からお聞きの用意していただけますか。あ、はいはいはい、了解です。それではお伝えします。はい、サムラコーチのエッチ。サムラコーチのエッチ、ほう、エッチのエッチ、エッチ。じゃあお前んちお化け屋敷の、うん、おですね。はい、おだね。オッケーオッケー。声 TV の K K Y カリウム Y Y Y 私見た花の名前を僕は知らない。もう知らない知らない知らない。ロエロエロ、最後は L。 わかりました。はい、終わりです。このまま滞納しますか、どうしますか。一旦でもパックの内容を変えたいっていう気はしますけどね。他に例えば、まあこちらとしても、まあ、消費者側ということで、まあ、そちらにプランの改善を求めるというのは当然の権利だとございますが、どうしますか。僕の要望としてはアルゴの部分をちょっとキセノンに変えていただきたいって思いますけど。セロブです。はい。こっちだって次でやってんじゃないんだよ。はいはいはい。払うの払わないのどちらの払うすぎて、こっちだって忙しいんだよ。まあ自分今ちょっとアパートの方に住んでるんで、そこの親ともちょっと一旦話をしないと、これはもう自分一部屋の問題じゃないんで。決めるのはお前だ。人生の主人公に混ぜるのはお前しかいない。おお、人生は冒険やってことやな。それは禁止やろ。払うの払わないのどちらの。まあまあそうですね。今回ばかりはしゃらくにしましょう。はいっす。頑張れ若造、未来で待ってる。また会おう。どこの人。でってて。いやーお前、幼稚園児相手によくもずれしてくれたなお前。いやーそれはもうこっちとら、お前本気でやってるんで。お前自分一人に問題じゃないやあれ。空気87年自分一人に問題じゃないよお前。いやそこはちゃんと親案件、親案件、またはちょっとあの他の自分の隣の部屋に空気漏れした場合。ちょっとあの他のやつも不正利用してる可能性ある。そうなんで、ちょっとあと酸素 6% はちょっと薄いんで。確かにそこ、そこ気づいた。そこなんですよ。